この朝栽培して種は100キロ以上あったんですけども、だいたい 20% ぐらいが油分なんですね。それで作ってますので、本当にあれしかありませんよ。この買えないプリは本当に買えなくて、市場に出回る前にも売り切れてます。これ日本で1箇所400年前の木桶で自然栽培で作ってる黒酢なんですよ。で、黒酒酢って書いて黒酢と読むんですけど、1回どぶろくにちゃんと発酵させて、それを3年間寝かせてるんです。で、これ正直このやった社長さんはおバカなことをしたって言って何十年も黒酢。美味しいというは限らないよ。ちゃんと僕は言いますと、美味しくなかったら美味しくないって。酸っぱい。